おばあちゃんの代わりに電話してあげる駅員さん。はい、どうしたばあちゃん。うん、電話。あー、電話ちょっとお貸しできないんだけど。あ、これでかければいい。うん、誰にかけるのこれ。めぐみさん。誰これ。うん、娘さんね。あー、何、迎え来てほしいって。あ、そっかそっか。あ、じゃあ東口か西口。あ、東ね、東、東。じゃあしっかりに電話するね。はい。あ、もしもし。あ、駅員なんですけども。はい、たくあんと申します。あ、ちょっとですね、おばあちゃんが今駅着いてですね、迎えに来てほしいということで、代わりに電話させていただいてるんですけど。あ、そうです。じゃあ東口の方で。はい、わかりました、お伝えしときますね。はい、失礼します。あ、とんでもないです。おばあちゃん、あと東口にね、娘さん来てくれるそうだからね。はい、いらっしゃい、気をつけてね。うん。あ、おばあちゃん、まじ、そっちじゃない、そっち、そっち、そっち、そうそうそう。おばあちゃんのフリーズしたスマホ直してあげる、おばあちゃん子であろう駅員さん。はい、どうされました。はい。あ、ちょっと拝見してもいいですか。はい。あー、ちょっとフリーズしちゃってますね、おばあちゃんこれ。なので、だいたいこういうの電源切れば直るので、ちょっと切らせていただいていいですか。はい、そうなんですよ、ちょっと長押しすると切れるんですけど。あ、ポケモン GO やってたんですね。そうですね、なんか4番線スポットらしいですよね。でもう一回つけていただいて、ちょっと待っててもらっていいですか、これで。はい、はい。あ、5番線でお願いします。できたかな。あ、着いた。あ、よかったよかったよかった。じゃあ、いってらっしゃいませ。あ、本入るときに入場券買って入ってくださいね。あと本も危ないんで、ちょっと気をつけてくださいね。はい、